おはようございます。おっせえぞ、ハル。それにラジオの挨拶がなってね。もっとこう元気よく、おはようございますだ。リン、元気だな。なんでお前がスタジオにいるんだ？決まってんだろう。おお、今回のゲストはリンなのか？いや、違う。俺がパーソナリティ。お前がゲストだ。リンはパーソナリティ？そうだ。俺が番組を乗っ取ってやった。今回は岩飛びチャンネル S じゃねえ。サメ塚チャンネル S だ。ああ、わかった。いや、わかったって。ずいぶん素直だな。番組を乗っ取られて悔しくねえのかよ。別に。別にって。なんでお前はいつもそうなんだよ。どうした？パーソナリティなんだろ？そろそろ始めないのか？ああ、いいぜ。フリーウェブラジオ。サメ塚チャンネル S。どうして。ラジオに呼んでくれなかったんだよ。俺もお前らとトークしてよ。リン、ごめんな。何かした方がいいか。お前そのアドリブじゃ続けらんねえよ。本当にごめんな。うん。フリーウェブラジオ岩飛びチャンネル S。 皆さんこんにちは。アニメフリー七瀬遥役島崎信長です。こちらはアニメフリーの出演声優さんをこの放送部という名のスタジオにゲストとしてお迎えしてアニメフリーについて語り合うラジオでございます。メインパーソナリティは僕島崎信長です。はい、ということでまずはね、僕の一人トークから始まりますよ。でですね、まず何と言っても紹介しなければならないのは先日イベントで発表されたアニメフリー第2期についてです。いやー、お祝いの、ありがとうございます。お祝いのメールがですねたくさん届く、あ、もう大丈夫です、もう大丈夫です。先日発表されたね、フリーに対してのお祝いのメールがめっちゃくちゃ届いてるんで、ご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう大丈夫です。あ、リズム取って。で、ほいみさんからメールをいただいたよ。ちゃんと読んでもらったんですか？あ、すいません。で、ほいみさんからいただきました。信長くん、フリフリ、あ、フリフリ、アニメ第2期決定を、めでとうございます。すごく嬉しいです。たくさんの人たちの愛があるからこそ2期が決まったんですね。僕も本当そう思います。いや、本当におめでとうございます。ありがとうございます。2期決定はフリーのイベントで発表されたということですが、その日はなんとイベント付近のファミレスのサバ味噌定食が完売になっていたと聞きました。フリーどんだけすごいんですか、というメールをいただいたんですが、いや、すごいですね。ファミレスのサバ味噌定食が完売になっていたって、多分あの会場だと多分あのファミレスなんだろうなって予想はつくんですが、いやーすごいな皆さん。でも確かになんかね、ゆかりのあるものを食べたいっていうのはわかるんですが、その後のそのお店のなんだろう、仕入れが心配になっちゃいました僕。最近あのサバ缶ブームとかよくテレビやってたんで、あ、これサバブームなんじゃねって思って、ちょっと今回のせいで大量に仕入れた結果めちゃくちゃ余るってことになってないことを祈るんですが、あのなってたらファミレスの皆さん本当にすみませんでした。あの皆さんね、よろしければ聖地巡礼じゃないですけど、なんとなくその時の会場のね、近くのファミレスを調べてサバ味噌定食を食べに行ってあげてください。そしたらね、お店も僕たちも嬉しいです。よろしくお願いします。でですね、本当にね、たくさんメールをいただいてるんですが、今回代表でね、ベホイミさんのメールを紹介させていただきました。皆さん本当にお祝いメールありがとうございます。フリー第2期もよろしくお願いいたします。うん。それではもう皆さんね、もうゲストの方に早く登場していただきたいと思いますので、早速始めていきたいと思います。フリーウェブラジオ岩飛びチャンネル S、 ごフリーはっくかなるフリートーク、いくぞ。フリーウェブラジオ岩飛びチャンネル S、 このラジオは岩飛び高校水泳部の提供でお送りいたします。テレビアニメフリーブルーレイ DVD 第6巻が発売中。アニメ本編の11話12話を収録している。
俺、誠、凛、渚、で、5人集合の書き下ろしジャケットが目印だ。音声特典は島崎信長、鈴木達久、宮野守出演のスペシャルフリートーク3。詳しくはフリー公式ホームページをチェックしてほしい。改めまして、こんにちは。岩飛び高校水泳部副部長、七瀬遥香役、島崎信長です。そして、今回のゲストは、皆さんこんにちは。鮫塚学園水泳部2年松岡凛役の宮野守です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ついに宮野さんが来てくださいました。来ちゃいました、来ちゃいました。ありがとうございます。夢の、岩飛びなんちゃらに。いや、なんちゃらじゃないです。岩飛びチャンネルです。そこ覚えてます。はい、スペシャル版には宮野さん出て。そうですね。いらっしゃいましたからね。はい。なんて言うんでしょうか。本線というか。はい。そちらには本放送の方に初めて。初めて。その、なんちゃら通信の方。いや、岩飛び、通信じゃない。岩飛びチャンネルです。通信ですじゃないです。初めて出れて、はい、光栄でございます。今日は信長くんがもうビシッとこう僕をこうエスコートしてくれる、はい、そうなので、僕はもう本当に大船に乗った気持ちで、はい、信長くんに翻弄されたいななんて思って。いや、待ってください。おかしい。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、早速コーナーに行きたいと思います。泥船かな。はい、宝船です。行きますよ。自分で言う宝船って自分で言うにしてみせます。お、素晴らしい、はい、ではここ行きます、うん、せーの、岩飛び通信。お前この通りやってくれよ。この通りやってくんないと分かんないだろう。失礼しました。急に始まったから、俺ここ二人で岩飛び通信って言わなきゃいけないのに、信長くんに一人で言わせちゃった形になっちゃっただろう。ここ言ってくれ。はい、ここ一緒に行きましょう。ここ言ってくれた、はい、ここ言ってくれないからできないよ。このコーナーに行ってみましょう。岩飛び通信。あ、できた。できました。よかった。俺にもできるんだ。ありがとうございます、皆さん。俺もラジオしてよ。ちょっと。してます。今してます。乗ってます、これ。これ乗っちゃっていいのか分かんないけど、乗ってます。やりましょう。今からやってます。向こう岸に着きて。泥じゃないですよ。宝船です。宝船です。本当ですか。はい。ありがとうございます。はい、こちらのコーナーはですね、うん、リスナーの皆さんから寄せられたアニメ、ブルーレイ、DVD、CD の感想を紹介するというコーナーです。感想、うん、はい。また、テーマをいろいろ設けてまして、それに沿った投稿も受け付けてます。うん、今回はまず、1月26日に開催された、フリーのスペシャルトークイベントについて、のメールを紹介していきたいと思います。このイベントに触れるのって今日が初めてってこと？そうです。あらま！すごいイベントだったからね。すごかったですね。皆さんのメールで僕らもちょっと思い出そうよ。はい。うん、どんなことがあったのか。わかりました。うん。では早速、5つ目から紹介していきたいと思います。うん。じゅんちゃんさんからいただきました。じゅんちゃんさん。ありがとうございます。信長くん、宮野さん、フリフリでーす。フリフリでーす。先日のイベント、昼の部に参加させていただきました。はい。ステージイメージを見た途端、とっても感動してしまいました。ねえ。岩飛び高校のプールサイドをイメージされた飛び込み台や、コースロープ、うん、フェンス、うん、そして本物の水まで水、うん、いやもうね、スタッフの方々もイベントを本当に楽しみにされていたのだと感じました。アミドンも、うん、お姫様抱っこも、うん、あやふやな変態踊りも、変態踊り、ん、した覚えないな。本当に笑いっぱなしのイベントで、喉を枯らすほど楽しかったです。変態踊りって言わないですよね。マイク、はい、うん、そして最後の信長くん、まさか2000人の前であんな姿になられるとは。あ、これが変態踊りではないんだ。これじゃないってことですね。あれですね、もしかしたら、青鬼さんからの伴奏後の支給はなかったのかと思ってしまいました。過去笑いというコーナーでした。すごいよ。いやね、どこから触れていいかわかんないぐらい盛りだくさんな。一個一個増えていきましょう。はい、イベントですが、まずは。すごいびっくりしたよね。もうスタッフさんの力作。はい、ね。もうほんとステージが完全に岩飛び高校プールサイドでしたから、ちょっとはしゃいじゃったよね。だからね、はしゃぎましたね。イベント自体も、はい、フリーやってくださいって言われて、えって思ったんだけど、
なんか僕らがフリーにあの場所を使って、はい、あのフリーに喋るっていう本当に自由なイベントになったので、最初お客さんびっくりしたと思うんですけども、はい、なんかそれがすごく楽しかったよね。はい、あの本当に岩飛高校のプールサイドかと思わせるようなステージに座ってると自分たちが登場人物になったような気持ちにさせてもらえるというか、ね、あそこまで再現してくれる。もう水があっただけで感動したもんね。しましたね。もう何回もキャッ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 ウフフしたことか。実際本番中水かけありましたからね。信長が入ったからね。入りました僕、うん。若干こけたし、ね。こけました。入ったしこけたし。なんか鶴の舞みたいなやつ。やりました。鶴の舞して鶴って滑りました僕。お前。何ですか。今も鶴だったな。はい。うん、鶴って滑りました。いやでも、ほんとめちゃくちゃもうステージの設置だけで楽しいイベントでしたね。うん。面白かった、面白かった。はい、うん。だからあのフリートークも、うん、トークがフリーだけじゃなくて動きとか。そうなの。もう全部フリー。いる場所もどこでもいいよって言われて。はい。あとあの、歌とか振りも振りあの、ヨナガさんオンステージの時もありましたし、ね。ああ、そうヨナガくんが飛び込み台の上に乗っかって、はい。モノマネオンステージをやってくれたんだけども、もうなんだろうな、これ、僕ら、あの、パッケージに残らないことをいいことに、はい、ガンガン著名人の、あの、モノマネをさせたんだけど、はい、岩永くんのその、著名人の捉え方が独特すぎて、もう、聞いたことのない結果、モノマネに変わっていたですね。でしたね。うん、あの方のモノマネをやった時に、まあ普通だったら、はい、なんだろう、ハーバー入ろうみたいな、ぐらいになるじゃない。あの方ですね。なるんですか、うん。なんだっけ岩永くん、なんだっけほら、来てくれてありがとうみたいな。それ誰それ誰いや、面白い。ね、こ、ほねしみたいな、ね、なんか、来てくれてありがとうみたいな。すげえ基本、岩永くんのフィルターを通すと、はい、あの、みんな優しくなるっていう。そうなんです。あの、モノマネは全部お客さんにお礼言ったり、メッセージを伝えるっていう、方向性に全部変わるっていう。いや、こう人間性が出るよね、やっぱね。出ますね。はい。いや、いいなと思ったよ。めちゃくちゃ面白かったもんな。いやね、なのでもう本当にね、ありがたい、うん、あの、設営と、うん。そしてね、まあ、あの、網丼。網丼もしたしね。はい。網丼もしたし、うん、あ、お姫様抱っこというのもありましたね。うん、あれは。網丼からのドリフってのもあったけどね。あーい網丼僕のトラウマが網丼した結果、デューってそのまま、ドリフの壁が倒れるみたいな。ステージ上からいなくなるっていう。はい、あれとても秀逸だったらしいですよ。あの、客席から見る。いや、でもあの、実際、シャレになるから。あ、消えたその説は本当にいいんですよ、面白かったから。いいんですよ。いや、あれあの、アミドンで、あのフェンスは一応、あんまり強度がそこまでないので、寄りかからないでくださいねって言われたんですけど、うん、もう皆さんにドーンって夜の海にされて、うんね、僕はそのままなんか、はーってこう、受け入れてしまう。受け入れてそのまま。倒れていく信長くんを僕はガッと押さえたんだけど、その押さえたがために、あの、倒れるスピードがゆっくりになって、ドリフのような、一緒に落ちていくって。すごい面白かったんだよね。多分、網ドン返しをしたイベントはないですね。他に。絶対見たことないイベント。初めてでした。必死になって、引いてるっていう。押すんじゃなくて、引いてるっていうのをね、初めて体感しましたけど、いや、面白かった。キャスト側の横から見ると、キャストのみんなから見ると、もう僕が完全に、はーってなってるのと、宮野さんがやべっつって、本気でこう、網を引っ張って返そうとしてる姿が間近に見えたらしくて、とってもシュールだったらしいですよ。はい、信長くんはなぜか無抵抗。なんか、網に身を委ねてる。もう、まおちゃんの手からはもう筋が、筋張った手になって、力入ってるっていうのは横から見ても分かったらしいんだけど、みんな、なすすべもなく、見守るしかできずに、あの奇跡の瞬間が生まれたというね、いやもうね、いや、なんか特別なイベントになりましたよね、今回のイベントじゃ。そしたら絶対できない。できなかったですね。イベントなりましたね。いや、面白かった。そう、信長くんがね、脱いだんです。脱ぎました!2000 人の前で脱ぎましたちゃんと脱ぐところから全部やりましたストリップからそうなんだ。から、あの、リハの時に、これ信長くん本当にやんのつって、でもやりますって言うから、じゃあ、また、じゃあ、照明ピンクにしてあげてくださいっつって。本当にピンクになったんだそうだよ、はい。うん。せめてものね。はい、うん。盛り上げて。お願いしたの。
本当にピンクにしてあげてくださいっつって、でもし可能ならばファンバガーバンバンバンバーを流してくださいって、ね、それはたあの用意してるんだ、さすがに感動的な熱心な、はい、繋いだ先で脱ぎ脱ぎご変態ですよ、あんな感動的な曲でピンクの明かりで脱いでいく信長くん、しかも上着はちょっとちゃんと脱げたんですけど、あのズボンが脱げなくて柴田が引きずりながらこうかっこよく脱げた、変態だよね、だってステージ上でベルトをカチャ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 ってやってる声優さん初めて見たよくオーケーしたよ信長に、いや偉いなと思って、いやずっとだって言われてたね、公約を守ったってことだから守りました。ほんで後日談なんですけど、はい、後日談というかその、 あの昼の部で脱いだんですけど、はい、脱いだ終わって休憩の時にあの青鬼さんから絆創膏届いてました、はい、ニップレスが届いてました遅っつってしかもそのニップレスがどこで探したのか、あのドヤ顔で探すのめっちゃ苦労しましたってともに、なんか七色に輝く蝶々の形のニップレスでなんだこれどこで売ってんですかこれっていうニップレスでつけてほしかったそれめっちゃつけて出てほしかったなぜか野中くんの乳首にレイちゃんがいるみたいなレイちゃんがレイちゃんが2匹いや2匹じゃないいやそれつけて出てたらまた伝説になってたけどね、伝説でしたけどね、それはまた次の機会に撮っとこう、そうですね、その2期もありましてね、その蝶々のジプレッサー撮っとこう、やべえ、やべえこれここでフラグ立てとこう、それ撮っとこうね、野村君、そうですね撮っときますよ、せっかくうちの事務所の人がね頑張って探して買ってきてくれたんで、ごめんこれ